これは長寿寺の、横の鎌倉街道の大した場所ですね。この上が長寿寺の境内になりますが、これはね、ちょうど中の様子はよく見えませんからね、こういう真っ白ですね。これに、光が差し込むと本当に素晴らしいんだけどね。この紅葉がすごいね、すごいんだけど残念だね。あれに光が差し込むと非常に美しいんだけど、でここから30メートルぐらい行きますと、その右手に長寿寺の入り口がある山門があります。そしてここから300メートルぐらい行きますと、ここに建長寺とありますよね。これ建長寺ですね。これが長寿寺ですが、この横が亀ヶ谷の切り通しです。これが長寿寺の山門です。そして亀ヶ谷のこの切り通しも、ね、今紅葉が進んでますね。最高ですね。この長寿寺の裏門です。素晴らしいでしょう、ここはね。鎌倉でもここの紅葉が一番美しいんだけどな、残念ながら。あの辺の紅葉が一番好きなんだよ。